せつかなる森に林に響きながら、イエーイ。いやー、もうすぐクリスマスじゃん。クリスマスだよみんな。冬のナンバーワンイベントだと私は思ってますよ。いやー、なんだかんだね、生放送とかではみんなにね、クリスマスね、クリスマスやだねみたいな話してたけど、実はクリスマスめちゃくちゃ楽しみにしてます。というのも、今年の12月25日は私のお家で盛大にクリスマスパーティーをしようってもう決めました、心にね。ということで早速誘っていこうと思います。いやー、ちょっとね、誰しようかな、ちょっと見ていこう。あ、いいね、いっぱいいるね。よしよし、じゃあちょっとこのね、文章作ろう。12月25日風宮まつりのお家でクリスマスパーティーをするから、ぜひ遊びに来てね。夜8時に待ち合わせだよ。じゃあこれをちょっと一斉送信します。よしよしよし。サイヨンジミアリちゃん、浅野ルリちゃん、犬山たなきちゃん、ゆずきチョコちゃん、あとスケアマスターと、お菓子ちゃんと、ひびきあおちゃんと、あきろぜちゃん、あとモンスターズメイトと、あ、小田のブーはあのパンツでくるからやばなくていいや、と竹花ノートさんと、ゴリラ、バーチャルゴリラさんと、みやびまつりちゃんと、なついるまつりちゃん。いやー、こんだけね、はい、送信と。送信しとけばね、みんな来てくれるでしょう。というのもね、せっかくに私からの素敵なクリスマスパーティーのお誘いだから、みんな来るよね。いやー、楽しみだー。早くクリスマスになーれ。シャン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 。うわー、ついに来たよー、クリスマス。12月の25日、皆さん、今みんなも見てるよね。12月25日のクリスマスということでね、今日の8時にみんなが遊びに来てくれるので、多分だからね、もう楽しみでたまりません。なのでね、もうそれまではね、みんなと一緒におしゃべりして待ってようかなと思います。まあ、今日私が、見てください、この飾り付けと、このテーブルの上のね、ケーキたち。いや、奮発しちゃいましたよ。これがチョコレートケーキで、これがスノードームケーキ、ショートケーキで、これがフルーツのタルトっていうのかな、タルトチーズケーキかな、うん、で、この辺がシャンパン用意しました。人数分ちゃんとね、用意したの。ちょっとね、これ後でみんなにね、こう、なんだろう、こうウェルカムドリンク的な感じで配りたいね。こう、じゃあまずは、はじめはこちらのシャンパンで皆さんで乾杯しましょうとか言ってね。で、もうね、お決まり、もう流れは決まってます。もう乾杯の温度も考えたの、こうね。では、このクリスマス皆さんと過ごせたことに感動しております。みんな今日は来てくれてありがとう、乾杯っていうのね。いいんじゃない、シンプルイズザベストですよ、乾杯の温度は。いやー、まあね、クリスマスパーティーなんだから、ぜひ、私今日ね、ちょっと都合があって、まあ私ほら、このクリスマスカラーだから、赤リボンとここのところと帯のところもね、クリスマスっぽい色が入ってるから、まあ私は特にね、コスプレはしなくていいかなと思ったんだけど、まあ、みんなのことだから、こうね、私を楽しませてくれるために、サンタさんの格好とかトナカイの格好とかね、してきてくれるのかなと思って、めちゃくちゃ楽しみにしてます。誰だろう、サンタさんのコスプレ誰だろう。アオちゃんでしょ、ルルちゃんもしてきそう。まあ、でも女性陣の皆様は確かにサンタさんの格好、サンタコス、ミニスカサンタみたいなやつを着てきてくれるのかな。あ、でもたまきちゃんはどうなんだろう。たまきちゃん、あえてサンタさんじゃなくてトナカイとかかもしんない。いいね、なんかマスターとアオちゃんと、あとは、あ、でも男性陣は、あとバーチャルゴリラさんだ。だから、まあ男性陣トナカイで、女性陣ミニスカサンタでね、みんなそれに乗って大騒ぎしてて、大騒ぎして、いろんな VTuber さんのところにもね、こう幸せをプレゼントを届けに行ったりしたら、めちゃくちゃね、もう来年から、今年からですよ、もう毎年恒例、風宮まつりのクリスマスパーティーはめちゃくちゃ楽しいぞっていうね、面白いぞっていう噂がいっぱい流れてくれるのかなっていうね。いやー、困っちゃうなー。クリスマスも私、風宮まつりが人気になるってことだよね。いやー、楽しみだー。いやー、まだかなー、まだかなー、今何時だ。いやー、
いいな、ちょっとケーキ漬けに、ケーキだけにというわけではないんですが歌でも歌おうかな。まずあれだよね、もうまずダッド定番のこれ歌います。トゥットゥルルトゥットゥットゥ、これ前奏ね。トゥルルルルトゥットゥ、さんはい。真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑いもの、でもその年のクリスマスの日、サンタのおじさんは言いました。いやーもう楽しくてもうダメ私も実はね、今日夜8時からみんなと一緒にもうね乾杯をするためにクリスマス会を楽しく過ごそうと思って、実は今日ねもう12時くらいからねもう引っ掛けてるんですよ。わかります？皆さんもね、お気づきの皆さんもいると思いますがね、だってクリスマスだよ、一日中ねもう幸せモードだよ。クリスマスイブ昨日あって、まあ世の中女の子に振られちゃったりとかして悲しい人もいるかもしれませんが、まあ、今日はクリスマスイブ当日、違う、クリスマス当日ということでね、もう楽しく過ごそうと思って、まあ、今日はでも結構早起きしたの。プレゼントあるかなと思って朝6時に起きたんだけど、まあ、なくて、まあ、なかったのよなかったんだけど、まあサンタさんからのプレゼントということで今日の8時にみんなが遊びに来てくれるということでいやー楽しみだー何しよっかな、みんなとクリスマスといえばどういうゲームするんだろうね。私がやりたいのはこう、もうクリスマスだから、そうね、まあでもダンスはしたいよね、こうケーキ食べて、まあでも、まあ、そうね、流れ決めよう。まずウェルカムドリンクを配ります、乾杯します、でケーキを切ります、ケーキを食べます。ああれだよ、プレゼント交換忘れてたプレゼント交換か、どうしようかな、なんか用意してないの、ちょっとどうしよう。あでもあの刀とかでいいかな3本あるから3人と交換できるかなみんな何買ってくるんだろう、クリスマスのプレゼント交換くれるかな、みんな私に何か用意してくれてるかなでもなんかさ、プレゼント交換もやり方いろいろあるよね。こうノーマルパターンがみんなとこう、はいクリスマスおめでとうって言ってこう順番にこうただ一つずつ配るパターンあるじゃん。であとはこう音楽に合わせてやるやつあるじゃん。こう真っ赤なお花のクリスマス違うクリスマスじゃなかった、トナカイさんはって言ってねあの音楽に合わせてみんなで輪になって座ってくるくる回すやつがいいかなうん、まあでも理想のクリスマスとか、うーん、私の理想のクリスマス、そうだな、まあでも今もうこれですよ、私の理想のクリスマス。友達をいっぱいね誘ってみんなで遊びに来てもらって、こういうねケーキを美味しそうなのいっぱい用意して、うん、ワイワイプレゼント交換して、あとはあれ、ケンタッキーのチキンを食べたい。今のところピーヨンかないやーフライドチキンを食べたい私1年に1回も食べないかも、フライドチキン。全然ね、フライドチキン食べたいな。あれだから買ってくんの忘れちゃった、ちょっと連絡しとこう、フライドチキン買ってきて忘れちゃったいやということでね、そう理想のクリスマスはもうこれですよ、もうみんなと一緒にクリスマスパーティーを開いてプレゼント交換をしてケーキを食べてお酒を飲んでね、もうこれですよ、もうね友達が集まってくれるっていうのがね私の理想の素敵なクリスマスだ楽しみだもうねめちゃくちゃ張り切ったの、もう貯金を全部下ろした、全部下ろしたもうねタンスのところにこう挟んでおいたやつを全部出して、お金をねもう全部使ってやりましたよ。もうこのケーキいくらだと思う、当てて。これねヒント15です、ここにあるの全部サイズいっぱい来るからね、みんなだって一切れ食べない、一切れじゃないでしょケーキ、みんな2つぐらい食べるでしょ、なんならもっと食べる人は1つ1種類ずつ食べる人もいると思うからね、もうみんなが満足できるようにいっぱい用意しましたよ。チョコケーキがいくらでしょう、でで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 ドン、
4690円でございます。なかなかいい値段しないこのね、白いやつが3780円、そしてそしてこのチーズケーキフルーツタルトが4280円。チョコケーキよりねちょっと安いっていうね、うん、でこれですよ、これこれがねもう今日の目玉ドゥルル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 ルバン6980円でございます。うわということで、あ、これね、シャンパン、シャンパンがシャンパン萌えってやつ、ちょっとね高いやつなんですよこれがいやーね、ちょっとねみんな来る前に張り切って開けちゃったからちょ炭酸が抜けないかちょっと不安だけどダメだよ抜けないでね炭酸まあでもね、みんなでも8時ぴったりには来ないでしょ、もうちょっと早めに来たりとかすると思うので、もう来た人からもうねウェルカムドリンクでーすって配って飲んでもらえればなと思います。まあ、ざっと全部足して5000、4000、4000、6000、7000か、だから9000足す1万4000、2万円、2万円も奮発したよ私。でもね1万円札は見てないの意味わかる？1万円札で私お金を持つことがなくて持てないの。なんかだいたい小銭とかめっちゃもう小銭だった今日、今回の買い物全部もうねここいっぱいビニール袋にお金入れてって、もうお店の前でこうねかっこよかったと思う、あの時の私ボンと出してこれでみたいなねわかるかな、なんかさロサンゼルスのカジノでめちゃくちゃ大金かける人みたいじゃないもうねこうもうレジの人ねびっくりしてたもんね、こうお会計2万円でございますみたいな言って、こうはいってもうドヤ顔で出してったから、こうドーンと出してこれでって言ってねいやーもうねお店の人もびっくりですよ、私の散財力というか財産力ということでね、今もうお金はないんですよ私まあでもクリスマスパーティーが終わったら次は年末年始というねビッグイベントもあるので、いやー冬も好きだなー私うんうん、冬もねまああんまり、うん、冬あんま好きじゃないなって思ってた時もあったんだけど、うん、こういうイベントがねあるのであーもう楽しみめっちゃ好きです冬の神様ありがとういやー楽しみだなー、まだかなねんかな、はしゃぎすぎちゃったうん、まだかな、でも何人来るんだ今日めっちゃ誘っちゃってさ人数忘れちゃった、まあでも10人ぐらい来るかね、15人ぐらい呼んだかも、うん、15人だからまあみんないっぺんに来るのかな、まあ、もし私が誰かに誘われたとしたら間違いなく一人で行かないかな、なんか恥ずかしいじゃん、ピンポーン押してさこうあ、どうもみたいななんか照れくさいから誰かと待ち合わせしていくかもみんなクリスマス会とかやった、もうした、クリスマス会、クリスマスケーキ食べた、みんないつ食べる、24日に食べるのかな、みんな、私はね今日目の前にあるやつをこの後楽しく食べるんだけど、え、みんなケーキ食べた、食べてない、まあ、ケーキぐらいはお母さんが買ってきてくれたりするのかな、まあでも親が買ってきてない場合もみんながコンビニで、まあコンビニとかでもね今ケーキ買えるからね、うんまあでもクリスマスぐらいね、私でさえ素敵なクリスマスをこうして過ごしてるので、ぜひぜひ今からでもね、みんなが集まる前にお店に行って一緒に乾杯しようということでね、お酒を買ってきてケーキも待機しててもいいんじゃない、まあ寂しいみんながねこうして動画を見てると思うんでまあでもどうぞご安心くださいこの後たくさん超豪華なメンバーが遊びに来てくれるのでまだ間に合うよ、まだまだ大丈夫だから、皆さん買ってきてくださいな一緒に乾杯しようお酒だよお酒、シャンパンにしよう、クリスマスだから、まあでも未成年の子たちはあのほらあるじゃん最近妖怪ウォッチとかさポケモンとかドラえもんの
あの何これって感じのちっちゃい子供シャンパンみたいなやつ知ってる？みんなあれ、あれね、一回飲んだことあるのよ。っていうのも間違えて買ったの。なんかクリスマスの時にお店に行って、あ、なんかこれ、え、めっちゃ安いじゃんと思ったの。え、これめっちゃ安い、え、しかもめっちゃかっこいい瓶に入ってるし、え、ポケモンのシールついてるのと思って買ったらジュースでうわ倒されたと思ってまあでもジュースなんで美味しかったですよ。ジンジャーエールみたいな感じの味がしました。あれコンビニでも買えるからね、しかもちゃんと音もするの。そう、シャンメリーって名前だ、シャンメリー。そう、ポーンって音がするのでめちゃくちゃおすすめです。お酒飲めないよって人もおすすめですよ。まあ、飲める人はぜひぜひシャンパンを用意してください。私でさえ用意したんだから奮発してコミケに行くお金をねちょっと減らして、コミケの予算ちょっと減らして今日のクリスマス会の予算に回そうあー、みんななんかな、みんななんか持ってきてくれるのかな。ちょいは自転機しかないからね、フライドチキンと、あとなんだ、クリスマスって何食べるのかな。まあでも主食欲しいよね。まあでもご飯じゃないよね今日の組み合わせ的に。なんだろう、まあ、パンかな、フランスパン焼いて上に、そうだな、ローストビーフとか乗せたいかもあとは、まあ、サラダかな。そう、残念ながらね、私お料理が得意じゃないので今回もケーキを買ったんですけど作らないで、まあ、みんなもね、まあ、でも友達の家に行く時ぐらい手土産の一つや二つ持ってくるよねいや15人みんなローストビーフだったらどうしようなんかそう、じゃあクリスマスイブ、ちょっと悲しいクリスマスイブを過ごした人もいると思うんで、その人たちをねなんだろう、慰める歌を一曲歌おうかな山下達郎さんのさ、クリスマスイブって曲いいかな。みんななんか、みんなの中のクリスマスソングといえば何なんだろうね。やっぱりなんだろう、バックナンバーとかなんの最近の子は。まあでもこのクリスマスイブでしょ、やっぱりこう一昔前に CM でも使われて、今毎年でもクリスマスソングといえばで1位になるよね。歌ってみよう、まあ、一番だけ歌おうかな。サンタさんに。でもみんなもう汚れてしまった年かみんなもうプレゼントもらってない、さすがにもらってないよねさすがにクリスマスプレゼントサンタクロースからもらってないよね。もうもらってる？ちなみにね、私今年ね、いっぱいお願いしてみたんだよ。一応カニとスイッチと、あとダサイと、あとウニとかお願いした。ほらやっぱさ、冬だからさ、
冬の幸を食べたくなるじゃん。冬の幸なのかな、カニは。でもそうだよね、カニ。しかもね、めっちゃいいやつ、タラバガニお願いしたの。でも来なかったよ、ダメだった多分ダメだったんだろうね、サンタさんの中で。私1年間お利口にしたつもりだったんだけど来なかったから、うん。まあでも今日みんなと一緒にパーティーするからいいんだいやーまだかな、待ち遠しいな。あと8時までどのぐらいだ、15分ぐらいかな。あー楽しみだいやーでもね、私もすごくない今日、ほら見てこの部屋、これ部屋すごくない、めっちゃ綺麗じゃない今日。ゴミとか全部捨てたんだよ今日の朝ねえ、なんかね、もうお座布団はね3つしかなかったから、もうみんなにはもうこの畳に座ってもらうしかないんだけどね。いやー楽しみなあ。みんな今頃どの辺なんだろう、もう家出たかなみんなね。そろそろ出てるよねさすがに。でも今日寒くないかな、なんか悪かったな、うちに集まってもらうって言っちゃって。ちょっとうちね、ほら隙間風があるからさちょっと寒いんだわ、うち暖房ないからさあーこたつぐらいね用意しとけばよかったな、うん。お、あと10分ぐらいか、うんー、あと10分あー10分だよ。でも10分前だからさ、もうそろそろ来る人もいるのかなあー楽しみ私ね初めてなのクリスマス会やるのだからめちゃくちゃ気合も入れたしね。あ、クリスマスカードもねちょっとみんなには見せられないけど、ちゃんと一人一人に名前書いて用意したんだよ、ツリーの絵とか書いて。そう、あの色紙あるじゃん、色紙にすごくね、ちょっとねもうめっちゃ作り込んだの白い色紙になんかこう緑の紙でクリスマスツリーの形に切った紙を貼って、でそれにこうクリスマスのツリーの飾りでビーズをいっぱいこうのりで貼っつけて、なんだろう、こうちょっとリア、ちょっとスリー、ちょっとだけ 3D というか、こう触るとほらビーズのボコボコ感とかってちょっと可愛い感じのやつにして、そう文字とかも全部こうラメペンで書いたりとかしてね、もうめっちゃ可愛いの作ったの。これ人数分作ったからね、ちゃんと。しかも一人一人メッセージもちゃんと変えたしいやー私ね不器用だけど、不器用なりにね頑張ったんだよああぜひ皆さん、このねみんなが集まったら、みんなが集まったらね、この貴重なカットいっぱいスクショして拡散してください。もうねリア充な光景はねいくらでも拡散して構わないのでいやーなんかな、楽器ぐらい用意してくればよかったな、こうね、なんだろうバッキミュージックみたいな感じで、私がみんながこう楽しくおしゃべりしてる時とかに後ろでこうポロロンポロロンとね、こうタンラランランタンラランランとかね、ピアノで弾いたりとかしてたらね、めちゃくちゃロマンチックじゃないいやー妄想が止まりませんなでもどうなんだろうな、8時ぴったりに来るもんなの、だいたいあと10分ってところでね、さっきからちょっと待ってますけど、うん、なんかどうやってお出迎えしようかな、なんて言おう、来てくれたら、今日は来てくれてありがとう。でもこれ以上と変わんないよね。第一声メリークリスマス、ガラガラって来てメリークリスマスとかなんだろう、なんかこう特別感ある感じのないかなね。メリー風見屋メリークリスマス、全然ねあれだわ、もじってないねメリークリスマス、やっぱメリークリスマスが無難、メリークリスマスが無難か祭りメリークリスマス、松メリなんだろう、ちょっとね、なんだろう、ずっと待ってたんだよってこと、ずっと待ってたんだよって直で言うとちょっと嫌みになっちゃうから、もう今日は心待ちにしてたんだよ、来てくれてありがとういやでもね、もう私の嬉しそうなのはもう伝わるよね、ドア開けてこう笑顔でガラガラっと開ければ
いやーでもガラガラってドアちょっとダサいんだよね。本当はこのこっちのタイプのさ、あいらっしゃいって開けたいよね。こうあいらっしゃいみたいなね。あいらっしゃいって開けた時にお客さんから見たら、あ部屋の中のあったかいね、あったかい光みたいな感じしたいけど、ガラガラだからね、姉さんって感じじゃん、ガラガラみたいな。あーまあね、いいの、ちょっとね古い、ちょっとね、なんだろう、まあ、風情のある家なので私が住んでるのは。いやーいいな、ガチャタイプ。あーなんかな、でもね一応まあここみんなには見せれないけど、入り口のところにはね、あの枝をいっぱい集めて作ったリースとか飾ってあるの実は。そう、枝ならいっぱい落ちてたからね、そう枝いっぱい集めてうまくこうノリで丸くして飾っといたの。まあね、丸ければいいかなと思ってリースはね。ふん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 、これ秋の歌だ。あーパッと出てくるのが秋の歌だ。いやクリスマスソング、あとなんだ、タンタンダラーン、タタンタンタン、タタンタタンタタン。いやもうキリがない。あとなんだろうね、なんかクラシックの曲なのかな、タッ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 タララッタッタラララッタタララッタ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 ララララッタッタララッタとかもねあるよね。いやでもなんか1年間の中でなんだろう、1年間を通して季節ごとに流れる曲の中では、実は私秋の曲よりもクリスマスの曲の方が好きかも。秋の曲好きだよもちろんね、秋の神様だから。でもねちょっと寂しい曲が多いのやっぱり。それに比べてさ、クリスマスは秋よりも気温が低くて涼しい、寒いくせにね、結構賑やかな曲が多いんだよね。じゃん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 じゃらららんじゃらららんじゃんじゃららん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 らら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 らてれれてれれてれれてててててれれてててれれてててててれてれてれてててててれれれてててれれ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 れれてて。まだかな。お、誰か来た。どうぞどうぞどうぞ、入ってください。宅配便です。こちら天神さんのお宅でよろしかったでしょうか。あ、違いますけど。あ、間違えました、失礼しました。あ、はいはい。え、ということも、え、ね、なんかね。まあね、こんなこともね、あるよね。あー、なんで間違えたんだろうな。もう何だったんだろう、ことね、天神ことねちゃん何頼んだんだろう。あ、でもそっか、デリバリーという手段もねあるのか。ケンタッキーとか頼んだ方が良かったかな。じゃあピザ、ピザか、ピザとかデリバリーした方が良かったかな。そろそろ来ると思うんだけど、もうだいたい8時だよね。あとどのぐらいだ、あと8時まで何分だ。ね、もうすぐだ。わーだかな、わーだかな。結構なんかこれ匂いの感じだとなんかお酒に合いそうな、洋酒が入ってそうなケーキなんだよな、チョコの。美味しそうだな、あれも美味しそうなんだよな。いいな、早くケーキ食べたいな。まあでも最悪ケーキはね、甘、ちょっと買いすぎちゃったけど、余ったら余ったでね、私明日食べるし、もう一個ぐらい多く買って天のテラスで経費精算すればよかったな。いやでもね、そういうのじゃないんですよ、こういうのは。気持ちだから、ちゃんと自分のね貯金から出すことが大事ですよ。これがね、あれだからね、おも
てなし、こうか、おもてなしだからね。おもてなし。ちょっと古いこれ。はあ、そろそろ来るはずなんだけどな。8時だ、8時だよ、そろそろ来てくれる？あー楽しみ。まだかな、まあね、8時ぴったりにはね、さすがに着かないかな、みんな。かな、ケーキ温まっちゃうよ。クリスマス、す、寿司、し、し、ショートケーキ、ショートケーキ。きってないね、意外と。あ、きりたんぽ、ぽもないな。ぽポン酢。結構あんな。ず別ちょっとね、クリスマスワードしりとりしようと思ったんだけどね、ポン酢になっちゃった。ポン酢、ずダメじゃん、ポン酢クリスマスじゃないもんね。クリスマス、クリスマスといえばケーキ、ケーキといえばいちご、いちごといえば冬、冬といえばクリスマス、クリスマスといえばトナカイ、トナカイといえば茶色、茶色といったらチョコレートケーキ、チョコレートケーキといったらお酒、お酒といったら私、カッカッ。いやー楽しみ、早くこのゲームみんなに見せたいな。暖房ぐらい用意しとけばよかったな、みんな来るなら。まあでもね、みんな人が集まれば暖かくなりますから、家ってそういうもんですよ、部屋って。ケーキもう一回冷蔵庫入れとく？まあでももうみんなすぐ来ると思うからね。ちょっと中途半端なぬるさになってきてるけど、まあいいか。まだかな、まだかな、まだかな。そう、ケーキって綺麗に切る方法があるんだって。なんか包丁、切る使うナイフをなんか温めとくといいんだって。40度とか50度って結構厚めに温めといて、それを使うとあの断面がこうスッとスッと綺麗になるらしい。そうだから、ケーキ切る包丁はね、皆さん温めてから使うことをおすすめします。うん、
そう、これ調べてね、豆知識でしょ。ケーキ結構ね、切り分けるのって大変だよね。そう、練習しようと思ったんだけど、練習のケーキ買うお金までは用意できなかったからちょ、残念ながらなんで、そう、じゃあね、皆さんとホールのケーキを美味しく食べたいので、もう断面綺麗にしたいからね、こう、もう楽しみ、このケーキをこうスパッと綺麗に切って、こうピース取った時の断面のこう、うわーってこう、うわーってなると思うの、パチパチパチみたいなね楽しみですよ早くね、このケーキの、このショートケーキの断面絶対綺麗だと思わない？いちごで楽しみだな、まだかな、早く来い来いお友達。あ、クリスマスソングあれもあるじゃん。ひらぎ飾ろう、パララ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 ラってやつ。あれ結構好きだわ。忘れてた。パラララララってあれ特に意味はないのかね。でもそこしか歌詞わかんないんだよね。ひらぎ飾ろう、パララ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 ラ。パララ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 ラ、パララ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 ラしか知らない途中の歌詞何あれなんだろうねひらぎ飾ろう、パラララララララ楽しい楽しいクリスマスがやってくる、うん、あ、違う、みんなと遊ぼう、パララ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 ラかな、そんな感じでね、多分子供向けの曲ってそんな感じだと思いますけどいやWe wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas、 これも定番か、ダララ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 ラダンダンダラララダンダラララダンダンダンみたいなのもあるよね。クリスマスソングって奥が深いの。まあでもね、今日せっかく歌うまい VTuber さん多いし、お友達、歌うまいお友達がね、いっぱい来てくれるんで、みんなで一緒にお歌歌ったりしたいな。マイクしてほしいんだけど、もう時間にはね、時間には私結構緩い方よ、時間には。でもね、一人ぐらい来てくれても、
十何分でしょ今。もうすぐ20分になるよ。もう誰か来てよ、誰か誰か来てよ。遅いよ、待ちくたびれた。早く誰か来て。もう待てないよ、待てない、待てない。もう遅いよ、うん、もう絶対もうみんなに一人一回一発芸をしてもらおうと思います。もう、早く来い、早く来い。待てない、待てないよ、早く来い。